三木谷オーナー新提案、ブーイングやめない？神戸のサポーターに提案があります。みんなどう思ってるか知らないけど、ヴィッセル神戸ではブーイングやめない。相手も必死、うちも必死。その中で相手に対するリスペクトも大切だと思う。そんな甘い夢を僕は見ています。常に相手に対するリスペクトを忘れず、味方を鼓舞する。神戸はそういうことができる可能性があるクラブだと思っています。国際的に様々なものを受け入れ、日本を代表するクラブになり、日本の新しい象徴となりましょう。ブーイングはカッコ悪い。ブーイングやってる人マジでダサいから、この提案はあり。海外の真似をしてやってるだけでブーイングに中身がないよな。サッカーのイメージは確かに良くなりそう。子供とか女性が観戦しやすくなっていいかも。これで神戸の観客とかスポンサー増えてまた強くなるかもな。ブーイングが全てリスペクトを欠いているものではない。ブーイングでもいろんな意味があるし、やめないでほしい。明らかなラフプレイがあった時とか、仮に J に降格になっても笑顔で手拍子しろってこと？選手たちも、ひどかったらブーイングしてくださいって言ってるしな。全てリスペクトを欠いたものではないから、ちょっと難しいです。ブーイングしたり的外れな暴言してる人が不快すぎて現地観戦するのやめました。全然ファウルじゃないのに審判にヤジ飛ばしてるやつとか多くて気持ち悪くて、俺も行くのやめたわ。神戸だけじゃなくて J全体でなくなってほしい。ブーイングはホームの雰囲気を作れて、相手や審判に圧をかけれるから必要だと思うけどな。もうホームの意味ないじゃん。単純に全力で自分のチームを応援すればいいってことでしょ。ブーイングは直接的な表現じゃないから、ヤジよりはいい表現なんじゃないかな。神戸ブーイングなしにしてくれればすげえ戦いやすいわ。ありがとう。いや、これ神戸の人気だけ上がって強くなる未来見えるな。